どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ皆さん、ワンハンドスターター外役、ワンハンド外役覚えていらっしゃいますでしょうか。今回のスキル修正によってね、ワンハンドスターターっていうスキルが、ダークシグナー桐生京介さんのハンドレスコンボを後押しするためのスキルでしたが、主に他の戦術に使用されているため調整を加えますと。他の戦術っていうのは何かっていうと、ワンハンド外役だったんですよ。でどういう風な修正が来たのかっていうと、初期手札が1枚になりますよと。デュエル中自分のドローフェイズの通常ドローが2枚になりますよ。このスキルは闇属性以外のモンスターがメインデッキに存在するデッキを設定してデュエルを貸した場合適用されないと。いやーこれでね、まあカイトロイドとか、アルカナフォースの何だっけ、あいつ、テンパランスか、あいつとかが採用できなくなって、いやーまあワンハンド外役死んだよねという話になってるじゃないですか。そんなことで僕が諦めると思いますか。そんな程度で外役使いが諦めると思いますか。甘いですね。本日は続この世の終わりデッキやっていきたいと思います。闇属性 しか入れられないんでしょ。闇属性で固めてやるやんじゃ、そんなのは。そんなものはな、闇属性だけで固めないんだよ。絶対に真似しないようにお願いします。皆さんはね、良い子は真似しないように。で、まあ、どういう、まあ、勝ち筋になるのかっていうと、結局外役なんですよ。外役って、まあ、どうやって勝つかっていうと、今まではラバゴーレムのバーンがあったんですけど、あれ炎属性なんですよね。だから、入れられないと、デッキに。じゃあね、もうね、耐えるしかないですよ。相手の攻撃をひたすらに耐えるしかないですよ。で、耐えて、最終的に、局地的大ハリケーンを打って、ね、で、自分の手札墓地のカードを全部デッキに戻すことによって、デッキ、相手のデッキ切れまで耐え切る。ド M なんですよ。このデッキでド M デッキなんですよ。基本的には。ド M デッキなんですよ。で、まあ、そういうデッキになってます。で、闇属性しか入んないんで、闇属性で耐久力があるカードたちをひたすらに詰め込むっていうクソみたいなデッキ構築ですね。はい。まあクリボールこの辺りいいでしょう。それからまあダークリゾネーター、この辺は戦闘破壊、一度だけされないモンスター、これもそうですね。グラディウス、それからあとこれ、ミスラル、これも同じような感じで、破壊されると自分が上の戦闘ダメージ1回ゼロにできますよっていう効果ですね。あとこれ、スケープゴースト、これは壁作るっていうシンプルにリバースするとあのトークン出るんで普通に壁作るっていうだけなんですけど、まあ、貫通あったら死亡、そういう、まあ、デッキになってます。基本的にね辛いんですよ。ラバーゴーレムとかがないからやっぱすげえ処理しにくいモンスター出ても処理できないので結構大変なんですけど、今までと比べてね、なんですけど、まあ、一応、まあ、今までの、まあ、なんだろうな、耐久力は再現したつもりです。うん、そこそこ嫌がらせはできる。強いかどうか、今までのやつと比べると強いかどうかって言われると、まあ、弱くはなった。正直ね、認めたくはないが弱くはなった。ただね、まだまだ参える。外役は不死身だ。デュエルだ。対戦よろしくお願いします。デュエル。スタンバイ。よし、ハゲ。デュエルだ。It's show time だ。あぶね。先行じゃなくてよかったわ。いやもう先行ガチでやることないですよね。先行なんか1枚なんで、ハンドがめっちゃきついんですよ。1枚で耐えられなかったらおしまいなんでね。先行だったら。だから先行取ったらちょっとプリミっていうのがあります。ワンハンドスターターは。なんか面白いデッキですね。なるほど。ドロフェイス、オッケー。ドロー、えい、オッケー。セット。ターン終了。さあ貴様の地獄はこれからだ、ハゲ。お前の地獄はこれからだ、ハゲ。行くぞハゲ。バトルいいだろ。まずはバトルステップ。クリボー呼ぶ兵の効果発動。クリボー呼ぶ兵の効果によってモンスターを特殊召喚はしない。俺はデッキより最強のモンスターを1枚手札に加えてダメージ計算時
うおー、クリボーこういうデッキだ。覚悟はいいかにしろ。お、いいな。カードを1枚セット、カードを1枚セット、ターン終了だ。俺はセットしかしない。さあ殴ってこい、ハゲ。バトルイズいいだろう。お、なんだこれ、ひたすらになんか一体殴りすぎるっていうことをしてても俺の勝ちやぞ。それはスケープゴーストの効果、2位の枚数トークンも生成していくぜ。これがノーハンドレスコンボよ。ドロー。だけどいいぜ、肉壁をどんどん作っていくぜ。ターン終了だ。さあ来いハゲ。これどうできたんだろうな、ちょっと今のところデッキの概要が見えませんけどね。まあこのデッキのいいところは相手のデッキの概要を説明すればいいっていうだけだから、こっちマジでセットすることしかないから、セットすることしか知らないんですよ基本的に。なんで頭使いません。マジで鼻くそほじりながら勝てますこれ。相手によってるんですけどね、貫通とかあるとちょっときついんですけども、貫通とかなければ鼻くそほじってれば勝てます。基本的にラバゴとかされてもきついよね普通に。きついカードは結構多い。ラバゴされたらマジでラバゴ返せねえし、まあ一応チューナーがいるんで、一応まあシンクロ召喚で逃げれるっちゃ逃げれるかもしれないですけど、9位入れとけば。ちょっとお嵐、おやるな。どういうデッキだ。浅すぎた墓穴、なるほどね。浅すぎた墓穴で、ボックロ墓地のモンスター、 OK、 いいでしょう、いいでしょう。セットカード破壊されて、俺のセットカード破壊されていく、いいでしょう。で、パンデミックドラゴンの効果、あ、なるほどね、破壊されたらあれですからね、攻守が全部線下がるっていう、フィールド上のモンスターの。面白い使い方してんな、なかなかいいデッキですね。面白いです、非常に。まあ、ちょっと分断の壁とホーリーライフワリアが破壊されたの許しません、私は。お、なるほど、いいですね。なんか、あれですね、なんかそのドラゴンを装備するモンスターたち、いわゆるなんか、パラディみたいな、なんちゃらパラディみたいなカードが多いですね、非常に。ドロー。まあ、そんなことは知りません私は。ひたすらに僕はセットをして、セットをして、セットをしてターンを使用していくだけと、簡単なお仕事。これマジでさ、喋ることねえんだよな、このデッキ。ちょ、はっきり言いますけど、喋ることないんですよ。ひたすらになんかセットして、セットしてなんかエンドするっていうだけのお仕事なんで。おー、いいですね。あ、リリースして墓地のドラゴン族モンスターを置いた特殊感できる。おー強い、よー強いな。あいつはですね、自分の攻撃力より低い、攻撃力を持つなんかモンスター破壊できるよっていう効果を持ってるんで、効果外飛んでくるんですよ毎ターン。これ結構強いですね。パンデミックはね、シャイニング松坂式カオスデッキ、カオスドラゴンデッキで散々パラ使ったんで強さは知ってるんですよ。こいつ結構強いです、出ればね1回で。しかもなんか破壊されて墓地送られると、なんかフィールド上のモンスターの攻守全部線下げるっていう、すげえ強い効果持ってるんで。さあどうするんでしょうか。ただ私はひたすらにこいつを壁にして、バイーンってなってるだけ。バイーンってなるだけっていうね。お、エンドフェイズいるぞ。オッケー、ドローカード、うまい。今もうこれで最強のカードが一枚来たんで、あとはひたすらにタイムするだけっていうお仕事ですね。パンデミックドラゴンは表側しか割れないんで、裏割れないんでね、アイスと近くて、オルドラデブと違くて、表だけしか割れないんで、攻撃力参照系のカードなんでね。さあ来いよ、いいよ来いよ、殴れよ、最強のモンスターやぞ。お、はい、バイーン。いいだろ、なかなか頑張ってんだ。700というクソみたいな攻撃力で頑張ってるぜ。いいぞいいぞ、頑張れエリシド、お前の命はあと9ターンだ。9ターン、いや18ターンか。長えな、このデッキ。お、早くさっさとサレンダーしろよ、おい。もう勝ってねえだろ、もう絶対。あ、また、あれか、リリースして特殊感か、バトル、なるほど。勝てないやろ。これ、どうやって勝つんや、このデッキに。なんかさ、いや、俺わかるんですけど、こういう人って、これ、サレンダーして次行った方が早くないですか。突破口あんのかな、突破口ないんだったら絶対次行った方が早いと思うんだよな。まあいいや、付き合ってやるか、しょうがねえな、しょうがねえから付き合ってやるよ最後まで。一応1枚セットするか、こっちやな。でターン終了やね。
さあどうするよリストさん。なんか勝ち筋があるんだろうな。でもなんかこんだけ頑張ってるってことは、その勝ち筋にを見たいんで、僕も言うてね、付き合ってあげますよ最後まで。かっこ付き合ってもらってる。バトルフェーズいいだろう。よしいいだろう。クリボール。お、来た。もらえる、殴ってきた。バイーン。よしよしよし、いいだろう。パンデミックで破壊されるから毎ターンセットできるんだこっちは。よし、最強カード来た。ねえ、カードを1枚セット。分断セットしとく以上で、ターン終了だぜ。さあどうする、リシドさんよ。だんだん私の手札が揃ってきましたけど、あなたこの盤面返せます？パンデミックドラゴンいいだろう。効果でミストラルは破壊され、1回だけ俺は戦闘ダメージをゼロにできる。バコーン、よーし。さあ殴ってこいよハゲ。どうしたハゲ。おいハゲ、殴ってこいよハゲ。やることがないぜこっちは。言うことがねえんだよ。実況することがねえんだよ。特に書いて、おあらし強いじゃねえか。もういいや、もうやらしゃ。天の邪気の呪い、何天の邪気の呪いだと。なかなか強いな。はあ、はあ、はあ、はいはい、いいでしょう。なかなかいいでしょう。さあもう一枚の分断の壁っていう最強のカードにヒエフスがいいハゲ。パンデミックドラゴンの効果、はいはいはい、なるほど。100の倍数のライフを払って、数値ダウンしていく。あ、なるほどね。そういうことか。おもろいや、このデッキ。パンデミックで、あ、やばい。分断もやられた。きつい。強い。やばい、強い。強い、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 強いぞ。そういうことか。まあいいや、レインボーライフやばかったな。まあいいや。で、一旦に一回だけ戦闘で破壊されたモンスターいる。バインってなって、でもう一回バコンってなられて、ぶん殴られるとにっくりもーる。なかなかいいデッキだったな。なかなかいいデッキだったわ。ま、俺様のデッキには遠く及ばねえけどな。さあいいよ、これ投げて、お、何、あ、強い、強っ、やばー、ひたすらに殴られるやん。これあと200なんだよな。でもあと200やから、なんとかして反射ダメージで殺せねえかな。でバゴーンってやって壁が出てくる。スケープゴーストの効果、はっ、へっ、せっ、せっ、せっ。無限肉撃、無限肉撃誕生。 OK で俺のターン、ドロー。オッケー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 、あいつは表しか割れねえ。ちょっと分断2枚ちょっと破壊したの言ってえな。押し置きするか。あいつ多分ね、俺のデッキ切れまで粘れば勝てると思ってるんですよ、あのハゲ。マジでアメ、その考えは、その考えはガチでアメ。でパンデミックドラゴンの効果でトークンが破壊されていく。全然いいですよ、全然いいです、全然いいです。オッケーオッケーオッケー。で破壊されてオッケー。バトルフェイズオッケー。でそれぶん殴られるオッケー。グラディウス戦闘で一回破壊されない。うっとうしいなこのデッキ。バトルステップまで自分よろしいですか。あざす、レインボーライフの効果発動。レインボーライフの効果によってクリボールを墓地の送り2500ライフポイント回復させていただくぜ。あざす、はい、あざーす。いいぞ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 。やつに絶望を味わしてやる。カードを1枚セット、カードを1枚セット、ターン終了だ。さあリシド君粘れ、あと8ターンだ、あと8ターン耐えればお前勝ちだぞ。デッキ切れ俺の方が早いからな、デッキ切れ俺の方が早い。スケープゴーストの効果、はっ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 。この最強の無限肉撃の前に散るがいい。いいだろう、よし頑張ってるの、あいつ、あいつも頑張ってるぜ。ですね、要は手札と墓地のカードを全部デッキに戻すんで、フィールドになんか残していけばいいんですよね、基本的には。モンスターを
なんで、そろそろこれセットですかね。これそろそろセットしてでターン終了でしょうか。さあレシド君、もうちょっと頑張れ。次の次で俺はデッキ切れるぞ。次の次でデッキ俺は切れるからな、頑張れ。よし、いいぞ。よしよし、ダークリゾネーターは一旦自動戦闘では破壊されない。 OK、 さあ破壊されていった。これは残しとくか、残しときましょう。魔法トラップがなくなるんでね。それはね、クリボぶん投げて、さあ絶望の瞬間で剥げよ。俺はリバースカードオープン、局地的大ハリケーンを効果発動、墓地オビテグダのカードを全てデッキに下ろし、俺様のデッキの枚数は回復する。さあお相手のことはジャック・アトラス選手、よろしくお願いします。デュール3倍。さあたっぷりとマジ、やばい先行、やばいってやめろよ。先行やばいんだって、先行やばいからやめろって。ちょ、やめろやめろ、耐えろ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 、満足さん。あ、ドリルシンキング来た。あ、最後トラッカー。お、ドリルシンキング、すげえ顔使ってんのおい、すげえ顔使ってんの。これ何、ドリルウォーリアー、うっそ、あ、強っ、ドリルウォーリアー強い。どういうこと、ドリルウォーリアーで。いや俺も頑張って使ったよさ、一回ドリルウォーリアー。いやドリルウォーリアー、その真剣使って初めて見た。あ、ゴイル半分に直接攻撃できるんで粉砕していく。はいはいはい、なるほどね。でバトルフェーズ入っていく。え、これ死ぬこれ、俺死ぬこれ。え、これなんかある、やべ、コンセント、コンセントやめて。あ、聖杯、あ、なるほど、聖杯、あ、やばい、聖杯やばいわ、聖杯やばい、あ、やばい。あ、いやー、うっそ、うっそ、じゃあ先行やばいんだって。